大阪勇なり、大阪勇なり、大阪勇也、1990年5月18日帯は、鹿児島県加世田市万世、現南薩摩市出身のプロサッカー選手、ブンデスリーガベルダーブレーメン所属、日本代表、ポジションはクラブでは、ミッドフィールダー、日本代表ではフォワードを主に務める、高校サッカー部の大会である、 全国高等学校サッカー選手権大会における、一大会最多得点記録、第7回10得点保持者。3歳から、加世田市、厳美な三薩町の万世サッカースポーツ少年団で、サッカーをはじめ、主にトップ下でプレーしていた。中学進学前にプロを目指すことを決意、鹿児島城西高校の定携校である、鹿児島育英館中学校へ進学した。 中学途中から FW に転校する。鹿児島城西高校では1年からレギュラーで活躍し、高校入学と同時に U-16 日本代表にも選出された。2007年の2年時には JF プリンスリーグ U-18 九州一部で、個人得点ランキング5位の成績を残した。u 十七代表候補には選ばれるものの、最終選考で落選し、 FIFA U-17 ワールドカップの出場を逃す。2008年第61回鹿児島県高校総体サッカー競技大会の決勝で、鹿児島実業高校を相手に5ゴールの活躍で優勝。さらに JF プリンスリーグ U-18 九州一部では8試合で10ゴールを記録し、得点ランキング1位に輝く活躍でチームを優勝へ導く。 同年8月の埼玉総体では、大会優秀選手の一人に選ばれた。同年9月の高窓の宮杯、全日本ユース選手権準々決勝ガンバ大阪、ユース戦では、ハットトリックを達成した。同年秋の高校サッカー選手権、鹿児島県大会では、前5試合で11得点を挙げる活躍で、武士上初の鹿児島県大会参観、新人戦、高校総体、 選手権の達成に貢献。第87回全国高等学校サッカー選手権大会では、初戦から大会史上初の4試合連続2得点を成し遂げる。準決勝でも1得点を挙げ、第78回大会の石黒智久、富山第一と、第82回大会の平山壮太、国見持つ個人最多得点記録の9得点に並んだ。 2009年1月12日に行われた、広島南との決勝戦でも1、大会最多得点記録を更新する10得点目となる先制点を挙げながらも、チームは2から3で赤敗し、決勝戦で涙を飲む結果となった。最終的に10ゴール10アシストの成績を、残しチームの準優勝に大きく貢献した。当時のチームメンバーには、大阪望美、サメシマコーがいる。 J リーグの6クラブが争奪戦を繰り広げたが、鹿島アントラーズへ加入。鹿島のスカウト担当部長である椎野元邦和は、大葉様のプレースタイルや総合力の高さから、柳沢厚氏以来の衝撃を受けたと評した。2009年、開幕戦となった、富士寺ロックススーパーカップのガンバ大阪戦で、ベンチ入りし、後半44分から途中出場し、 公式戦デビュー。鹿島において高卒新人選手で同大会ベンチ入りは中田浩二、青木剛以来3人目。途中出場は青木以来2人目であった。AFC チャンピオンズリーグ2009のグループリーグ上海進化戦では公式戦初先発でプロ初ゴールを記録した。同年4月12日の第5節 FC 東京戦で J リーグ初得点を挙げ、 カシマでの高卒加入者では1996年の柳沢と並ぶ高卒加入選手のシーズン最多得点、6得点を記録した。2年目となる2010年は新人ながらコンスタントに試合に出場し3連覇に貢献したことや9番をつけていた田代雄三がモンテリオ山形に期限付き移籍したこともあり、背番号を34から9に変更。 新人が2年目で、レギュラーナンバー、11番以内をつけるのは、内田篤と22に続いて、チーム史上2人目であった。2013年8月7日、駿河銀行チャンピオンシップのサンパウロ FC 戦で、プロ入り初のハットトリックを達成。また、同月のリーグ戦で6試合6得点の活躍を見せ、初の月間 MVP を受賞。さらに、 自己新記録の19得点は、自身初で唯一となっているリーグ2桁得点であり、J リーグベスト11を受賞した。なおこの年、リーグ戦最終節の広島戦で、プロ入り初の1試合2枚の警告を受け退場した。2014年1月6日、ドイツ2部の TSV1860 ミュンヘンへの完全遺跡が鹿島から発表され、 2017年7月までの3年半の契約を結んだ。移籍後リーグ戦初出場となった2014年2月10日のデュッセルドルフで初得点を決めた。加入当初は公式戦6試合で4ゴールと結果を出したものの、その後チームは低迷、自身も6試合無得点となる。監督交代後はトップ下で起用されることが多くなるものの5試合2ゴールと復調を見、 最終的に後半戦全試合に出場し15試合6ゴール、3アシストという成績を残した。2014年6月5日、ドイツ一部に復帰が決まった1、FC ケルンと3年契約での移籍が発表された。移籍後リーグ2試合目の2014年8月30日、VFB シュトゥットガルト戦で一部リーグ初得点を挙げた。リーグの終盤戦にかけて、 チーム事情から2トップに変わり、2トップの一角として、レギュラーに定着した。2015から16シーズン、開幕戦の VFB シュトゥットガルト戦に途中、出場して1得点を挙げる活躍を見せた。しかし、その後は、出場機会を失い、本来起用されていたトップのポジションではなく、トップ下や、サイドハーフのポジションで起用されることも増えていた。シーズン後半には大阪が、 ホームシックに陥り、ケルンからの移籍を希望しているとの報道までされた。結局、シーズン通して25試合1得点と大は様まに、とって不本意なシーズンとなった。2016から17シーズン、シーズン初の公式戦となった DFB ポカール1回戦では6部の BFC プロイ戦と対戦し、途中出場から2得点を挙げる活躍を見せた。9月21日、 第4節のシャルケレイオン戦ではミドルシュートを決めてシーズン初得点。続く第5節の RB ライプツヒ戦でも2試合連続となる得点を決め、この活躍によりファン投票による9月のクラブ月間優秀選手に選ばれた。10月20日、ケルンとの契約を2020年6月まで延長することが発表された。2017年1月28日の ダルムシュタット戦ではブンデスリーガで自身初となるドッペルパック1試合得点を達成した。3月18日、第25節のヘルタベルリン戦では1得点1、アシストの活躍を見せた。5月20日、最終節の1、FSV マインツ05戦では試合終了間際に貴重な得点を決め、UEFA ヨーロッパリーグの出場権獲得に貢献した。 このシーズンは、アントニー・モデストとの2トップが肩にはまり、自身もリーグ戦7ゴール6アシストを上げるなど、ケルンと共に、飛躍の年となった。2017から18シーズン。2017年9月14日、オーエル第1節のアーセナル FC 戦で、途中出場から、L デビューを果たした。11月2日、オーエル第4節の FC バテボリソフ戦で、 L 発得点を含む2得点1アシストの活躍で勝利に貢献した。しかしシーズン開幕前にモデストが天津県県に移籍した影響もありチームは開幕から低迷が続き最終的に再開での降格が決定。大阪自身も25試合4ゴールという結果に終わった。昨季所属したケルンの二部降格に伴いベルダーブレーメンへ加入する。 ことが発表された。契約年数や遺跡金は非公開としているが、約6億円から8億円の遺跡金とみられる。8月18日、DFB ポカール1回戦でブンデス4部クラブのボルマティア・ボルムス戦において遺跡後初ゴールを決めた。9月1日のブンデスリーが第2節アイントラハとフランクフルト戦でゴール決め、遺跡後リーグ初得点を決めた。 2007年の U-17 ワールドカップに臨む日本代表の有力候補であったが、上福公 U-17 代表監督からはポジションを奪う投資に欠けると判断され、戦外になった。ロンドンオリンピックを目指す逸話代表においても有力候補として出場機会を与えられたもののアジア予選やテストマッチで ノーゴールが続くと本大会のメンバーから外れてしまう。2013年7月、東アジアカップ2013のメンバーに選出され、21日の中国戦で代表初出場を果たし、25日のオーストラリア戦で初ゴール含む2得点を記録。11月の欧州遠征では、16日のオランダ戦で得点1アシストを記録した。 2014年5月12日、2014FIFA フフワールドカップ本大会メンバーに選ばれ、各年代の FIFA フフ主催本大会での代表入りは、初選出となった。第1戦コートジボワールと、第2戦ギリシャ戦ではスタメンで起用されたが、持ち味のポストプレーはさえず相手に脅威を与えられない、まマまマ両試合とも後半途中に交代。第3戦は、出場機会がなく、チームも敗れ、 グループリーグで敗退した。2016年11月4日、キリンチャレンジカップと W ハイアジア最終予選の日本代表メンバーに1年半ぶりに招集された。11月11日、キリンチャレンジカップのオマーン戦で古カ鹿島サッカースタジムで外戦ゴールを決めた。2018年6月19日、2018FIFA フフ。 ワールドカップグループリーグ初戦のコロンビア戦では、後半28分にコーナーキックから決勝点をヘディングで決めた。これにより、同試合のマン・オブ・ザ・マッチ、マムに選出された。グループリーグ3試合、決勝トーナメント1試合に出場。抜群の特徴があるわけではないが、すべての能力が高い。ゴールを決める技術はもちろん、 ポストプレイヤー前線からの献身的な守備にも定評がある。こうした万能型のスタイルは上場を義務付けられた鹿島アントラーズで完成したようだ。また以上の点と得点力が高くないこと以外に弱点がないこともあり、クラブではミッドフィールダーでの起用が多い。1394020121457357185 コールスパンイコール2621417156コールスパンイコール2コールスパンイコールに2六5 6 2 6 1 6 1 2 1 1 2九9 7 3 2 8 0その他の公式戦通算コールスパンイコール 2AFC その他の国際公式戦通算楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください